こんばんは。これやった？体育の時。これで影作ったら目になるんだよ、知ってる？ 体育の時こうやってやらない？こうやって目を影で作んないか。 今日もかわいい。今日はツインテール。こうやってやんないと、私髪の毛伸びちゃったから、ただのおろしに見えるね。ツインテールです。イエイ。もう踊らない。僕の好きな最強ツインテール。似合いすぎて急死する。黒髪ロング大好きだからな。黒髪ロング、確かに今黒髪ロングだね。またポボやって、ポボばっかりや。イベント、おお、団子もあるんですね。ギフト今何？あれか、ひな祭り？もう終わった？ お花見？違う？昨日動画受け取れたかな、みんな。動画受け取れた？なんかね、やっぱりちょっと不具合があって、1個目送った後ずっとエラーエラーエラーってなってて、ちょっと間空いちゃったりしたんですけど、受け取れましたか？大丈夫だったかな？かわいい動画ありがとうございました。受け取れてそうだね。ね、三つ編みにしたい、これ。理科ない、高速三つ編みできるよ。リカちゃんだ、久しぶり。元気？リカは最近ラジオばっかりだったから、顔出し久しぶりかもしれない。顔出し久しぶりだよね。久しぶり配信かも。あんまりね、やっぱりこうやってなんか顔出して喋ると、なんかさ、アホみたいな顔して喋れないじゃん、なんか。みたいな。だからなんか だから結構ね、ちょっと荒ぶっちゃうんだよね。疲れちゃうんだよね。元気、あ、元気なら何よりです。三つ編みの方が可愛いかも。どっちが好きですか？ツインテールか三つ編みか、どっちがいい？どうでもいい？ どうでもいいですか？どうでも、私の問いかけ団って答えるあれがないってこと？ 三つ編みがいい？どっちが好き？こっちか。こっちか。どっちが好きですか？それによって変える。三つ編みレア。三つ編みにしよっか。じゃあ三つ編みに合ってる。じゃあ三つ編みにする。 ツインテは見飽きたか。 ツインテの年じゃないって言いたい？ひどいね君たち。 君たちひどいね。ツインテする年じゃないでしょって言いたいんでしょ。
どういうよそれそういうわけではない。見飽きることは一生ない。なんかすごい深そうで浅いこと言ってる。本当？見飽きないでほしいな。てて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 てこれぐらいでいいかな。うん、これぐらいだね。今日めっちゃさ、あれじゃない？風強っ。そんなことない。強かった。あのトレンド入りしてた強風オールバック。そーっと寝た瞬間終わったわ。私は知らないんですけど、強かったかどうかなんて。え、強風オールバック知らない？流行ったじゃん、めっちゃ。山形は吹雪だった。マジで言ってる？またなんか寒くなったのかな、もしかしたら。一時期めっちゃ流れてね、猫ミームくらい流れてきてた。私のところにトレンド入ってたよね、強風。うん、トレンド。私は知らないんですけど、にわかでした。ツイッターで見て知ったかぶりした。できた、三つ編み。てかでも三つ編みっておろしであんまりしない。こうやってやっちゃういつもいつもこれのイメージない？私結構こうしちゃうんだけど、こうね、これよくやるか。なんか普通にお団子みたいな、それのイメージ。そう、よくやりますね。だだだだだだ、ここに口内炎できてんだよね。私今触っちゃう、ベロで。なんか花粉もすごいし、結構ガチだよね最近。殺しに来てる私のことを殺しに来てます。花粉来てるよ。私ね、目もちょっと充血してるけど、一番ひどいのが喉なの。喉に花粉がすごい来てガスガスになっちゃう。あのこの時期は特に花粉飛んでると。だから声がもう終わってるんですけど、でもね、なんか昨日も動画撮ってる時はガスガスだと思ってたの。だけどなんか見てみたら取れてる声はさほど気にならなかったから、多分今これも聞いてる人たちはそんなに大丈夫そうだけどみたいな、そんなにみたいな感じに聞こえると思うけど、私からしたら通常時はもうちょっとなんか声が出しやすいし、もうなんか喉もこうなんだろう、痛くないしみたいな感じなのね。そうそう、喉に来ちゃうんですよ。聞いてる分にはね、昨日その送った動画も撮ってる時めっちゃガスガス、もうとやばかったもん本当に。だけどあの、まあ、見てみたらそんなに気になんないな。だから多分こうなんだ、端末越しだと
そんなに気にならないと思うんだけど、私からしたらめちゃくちゃ喉痛いし出しにくい声がぐらい、ちょっとガスガスしてますけど、あの聞き取りにくかったり、私も喋りにくいので聞き取りにくかったりなんかこうしたら、あの音量下げるなりなんなりして自分でなんとかしてください。私はもう最善を尽くしてるので、端末越しじゃなくても会えるの。そうですね、もうちょっとで会えますね。久しぶりにみんなに会える。どんな気持ちで会いに来るんですか。なんか私も長らく推しのイベントみたいなのに行ってないから、どういう気持ちなんだろうって、ドキドキしてます。そうやってリカはミッキーに会いに行く時と同じ感じ、ミトミ行く時と同じ感じ、はあ、ミッキーに会える、どうしようってなってるあの感じと一緒なのかな、わかんないけど。三つ編み大好き、ほんと。実は直接会うのはかなり久しぶりのド緊張です。そう、あ、飲み物取ってくるの忘れた。飲み物取ってきていい？いいよって言って。いいよの強要。むしろ取ってきて、どういうこと？いいよ、いい、ちょっと待ってて、二重にするね、はいはい、見える？大丈夫？暑い、また火傷した。
ねえ、なんでなの？もうやだ。泣きそう。へえ。よいしょ。またやけどした。でもやけど祭り。最近やけど祭りなの。こんにちは。こんにちは。やけど祭り。そう、ここもめっちゃ、でももう治ってきたけど、ブクブク、水ブクでできて、そう。いつも昨日、違う、今日の朝だ。今日の朝もなんかアイロンつけて、でなんかクシをそのなんか置きっぱなしにしちゃって、アイロンとアイロンのこうやってなってるじゃん、その間にクシを置きっぱなしにしてた。でそしたらそのあのクシプラスチックだったから、熱で180度ぐらいなるから、アイロンで溶けちゃってたのね、その櫛が。でやばってなって焦って櫛をこう取ったら、その溶けてた、そのなんていうの、樹脂プラスチックの樹脂が溶けてドロドロになってて、それが手にピシャってついて、熱いってなって死にかけた。そう、でもなんかアイロンが高いやつだから、とにかくアイロンを救わなきゃと思って、でなんかスイッチを切るのも忘れて、そのアイロンについたプラスチックを取らなきゃと思って、あげくんの果てにあティッシュでこうやって拭こうとしたら、それ熱いの忘れてて、でこうやって拭いたら熱っってなって、そうなんかもう一人で、ね、大変だった。うん、そう大変だった。ちょっと大変だったかも。なんか味変わった、味変わった、すいません。カラコン変えた、変えてない、あ、これ端末変えたからあれだ、加工強いんだ、ちょっと待ってね。うるせえやつがいるからよ、しゃあねえ。加工を弱めます、すみませんけど。なんか人のさ、見た目に関してこうやのやの言う人って本当にうざいよね。なんかさ、たまにというか、まあもう本当ごくたまに、あの、まあ、言われることがあるんですけど、仲いいかって生意気みたいな。その生意気ってなんでお前が上に立ってる手で話してるか、まずそこを教えてもらっていいっていう。うん、最近ガチめにメイクを始めたからアドバイスとかもらえて。え、メイクってどういうこと？自分でしてんの？いいね。まあでも男性のメイクってコンシーラー、シェーディング、ファンデーションとか結構ベースメイクが肝になってくると思うんですけど、それとも女性にしてるということですか？女の子はね、なんかアイシャドウとかで可愛く
できたりするけど、男性メイクってなんか基本シェーディングとハイライトと色味というより陰影でこうメイクするっていうイメージ。涙袋プクプクにいいじゃん。涙袋描くのは私いつもケイトのあの眉毛の3色のやつ、暗いアッシュカラーみたいなので描いてます。涙袋でもおすすめのコンシーラーはティルティル、なんかスティックタイプになってて、あのリップみたいな形のスティックとリキッドが一緒になってるめちゃくちゃ便利なやつがあって、それを使ってます。はい、コンシーラーはね。でシェーディングとなんかハイライトっぽい、うん、ハイライトなのかな、コンシーラーなのかな、わかんないけど、が一緒になったスティックタイプのあのアイムミミから出てるやつもうめっちゃ便利。スーってかけるから、ファンデ塗っておこなする前にあのこうシェーディングしたいところをペンでこうスーって書いて、スポンジでぼかして、なんだっけ、フィックスミストかけてからパウダーすると落ちにくいです。はい、よくやってます。私は最近はチークもリキッドなので、もう全部粉する前にやっちゃうかも。崩したくない時はそれがやっぱ一番かもしれないですね。うん、ファンデとかコンシーラーとかスポンジでぼかす時、スポンジに私はあのアベンヌのスプレー型の化粧水あるじゃないですか、あれほぼ水なんで、そのなんかそれをこうスポンジにちょっとだけ含ましてからポン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 ってやると、冬も割と潤いを逃がさずいられる。ふわりあいのどけて日によりますね、その時によるかもその時のコンディション、先方の感じとか、まあ私のメンタルとかで結構一日に何本撮るとかは結構変わりますね。はい、かな。メイク楽しいよね。私はね最近あの私ゆべ春のブライトっていう明るい方が似合う、暖色明るめパステルカラーみたいなのが似合う肌色なんですけど、あの最近はねそのイエベとかブルーベとかあるじゃん、それを下げれるコントロール下地があって、それがねすごいハマってる。ウォンジョンヨのカラーコントロール下地をあの青と黄色買って、青は割と白く見せたい、ぷっくり見せたいところとか白く見せたいところとかこの辺だとかに塗ってとか鼻とか塗って、黄色は赤みなのでこの小鼻周りとか口のこの辺のくすみとかクマとかを黄色で飛ばしてみたいなのすると、イエベを下げてブルベになれるんですよ。でブルベにした方がやっぱチークとかもなんかポワッと可愛くなるなったりするので、最近はそれでメイクしてますメイク楽しい。最近なんか余計にしっかりするようになった。私も楽しいよねもともとなんか図工とか絵描くのとか好きだからかもしれないけど、そうそう、日焼け止め毎日、日焼け止め毎日塗ってますね。日焼け止めはねあのあれです、
白く見えるやつを塗ってます。でも顔には刺激が強いのでいくら荒れたと言っても塗りません。お、なんかあれだな、揺れたか、超揺れ、待ってね。え、揺れてる？揺れてないよね。今揺れてる？ちょっとお待ちを調べますね。大丈夫ですか皆さん。地震っていうコメントがあった。私は全然気づかなかったけれど、お、地震って言ってる。あ、みんな地震って言ってる。ちょっと待って、地震速報、震度3。あ、千葉か、全然気づかなかったちょ、待って私あれ終わってるかな、もしかして感覚が敏感なはずなんだけど、割と震度でも千葉の中で揺れてないのかな。おやおや、あ、千葉県ですね。震度 3? 大丈夫？みんな大丈夫ですか？関東圏が揺れてるかな。あのさ、日本地図みたいなやつ見たいんだけど、私のところに出てこない。どこ？私のあれに出てこないっていうことは、別に能登とかは揺れてないのかな。もうほんとなんか最近多くない？千葉。もう全然なんか出てこない、ね、え？どうやって検索したら出てくるの？地震速報のにもまだ載ってないし、なあ、かわいいミッキーマカロンミッキーマカロンいいねし、このタイミングでミッキーマカロンいいねしたらちょっとあれだね。でもこっちは揺れてないっぽいぞ、わかんないけど。ごめんなさい、嘘です、ごめんなさい。ちょっとほんと可愛くていいねしちゃいましたねえ、出てこないよ、どこに出てくるの。あ、出てきた、日本地図のやつ。これが知りたかった、これフォローしよう、これフォローしといて、絶対しといた方がいい。千葉県北西部です。やっぱ揺れてないわ、こっち。最大震度3。でも千葉だよ、千葉で3。今日は風が強くて家が揺れてます。え、家なんて風で揺れるの？あ、もしかして高いところに住んでますね。さては、さては、タワーの満に住んでますね。東京 Y 気づかずいやでも本当身の回りのね、危険に、危険がある人はしっかりと逃げたりなんだりしてくださいね。ちょっと怖いな。なんかこっちっていうよりいつもなんか千葉県らへんで揺れてる気がする。
大きいの来たらやだね。本戻していいかな。叩かれる？ラジオ配信じゃなんか気に取られんのやだなと思って。ラジオ配信。はい。あ、これで戻った。あれだよ。これがこうやって揺れるときはあるんだけど、これが不安定だから今みんなが。あの地震じゃないからね、自分が揺れてるかどうかで判断して。これめっちゃ揺れんの、このこれがすごくこうやって揺れちゃうから、あのこれ自体が不安定だ、関係ない時に揺れてるから、これを指標にしないでくださいあのごめんね、これ自体がちょっとね、あのこうやってほらすぐ揺れるのだから私がこうやって触るとすぐ揺れるから、これをあのあれにしないでねみんなが揺れたと思ったら逃げたりしてください、うん、私のさっきも膝が当たってガーンってなって揺れたりしてたからマジでごめんね、これ不安定なちょっと、うん、いやそうだから私が揺らしたからみんな地震って思ったのかと思ってびっくりしちゃったよさっきでも先日起きもなんかねあったね、ニュースで出たかも。もう怖いんよ、あのトゥン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 ってなるやつ。もう正月からあれ聞いたらもう心臓がもうバク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 しちゃって、うん、そう、そういえば私ね、アレルギー検査してきたんですなんかすごいショックな出来事がたくさんあったんですけどまずやっぱり玉ねぎがダメでした。ダメだったし、ココナッツもやっぱりダメだったし、あのね、もう一個なんかあった、なんだっけな、なんか増えてた、私アレルギーないのが取り柄だったのに。ね、でもなんか病院の先生はね困ってた、え、でもじゃあ生で食べなきゃいいですよねとか言ってた、うん、まあですね、そうですね、あんまりこう食べない方リガメって病院に行くといつも病院の先生と漫才みたいになる、これ私原因わかってるんです。なんか人って IQ が同じぐらいじゃないと会話が成立しないんですよあの病院の先生で頭がいいじゃないですか、なんか私みたいなアホがこう喋るといつもねなんか、いやそうですねなんか、うん、しかも圧強いからね。でもじゃあこれは食べちゃダメってことですかみたいな、そういう感じで聞くから。リカちゃん頭、私頭悪いよ、地頭がいいだけ
あ、地頭がいいというか、なんか自分で言うもんじゃないけど、多分回転が早いだけだからなんか言い訳とかとっさの判断は思いつくんだけど、なんか常日頃からなんかこう難しいことを答えを出せって言われてもできるわけじゃない。死ぬ死ぬ死なないよってうん、それあれね、かんぴょうバターにかかった時、私があの夜中の3時に救急に電話し、死にますかって聞いたやつね。多分大丈夫だと思うんですけど、あのはい大丈夫ですって言われたとにかくお薬を飲んで寝ることって可能ですかって言われて、だから辛くて寝られないんです、死にますか、あのだから死にはしないんですけど迷惑な客、こんなんがいるからよくなる迷惑な患者だよ本当に。でも先生言ってたんだよ、体調が悪化したらいつでも連絡くださいって。だから電話してみたそう、点滴が必要ですって言われて、で「痛いですか？」って聞いて「あ、点滴はちょっとチクッとしますね」じゃあ嫌ですって言ってそれがまあ3日間ぐらい入院していただくかみたいな、それもっと嫌です、点滴 しなくて入院しないやつにしてくださいって、そういったプランはありますかって聞いてそれだとあんまりこう治らないので、行くもう薬だけでちょっとね結構限界があるので、やっぱお仕事の関係もあって、それだったら、まあ、点滴打たれた方がいいと思うんですけどって、痛いですかって言って、まあ、なるべくこう痛くならないようにはしますがってまあちょっとチクッとはしますねみたいな、嫌ですってで、オンタップのマネージャーさんがついてきてくれたんだけど、その時もなんか病院の先生が「あっ、ちょっとマネージャーさんと話すので、あのお外で待っててもらえますか？」って言われて外に出されて、あの私が出る前、出るまだ出れないタイミングで、もうマネージャーさんが「あっ、点滴で大丈夫です」あの点滴で大丈夫ですのでで、病院の先生が「大変ですね芸能関係の方は」とか言って「はい、本当にもうあのこれ特別ですけどね、これはまた」っていう言っていう悪口言われてるのを尻目に、私は「点滴やのな」点滴絶対嫌だと思ってたら、順調に点滴の部屋に連れて行かれてそうで「隣に行ってください!」って言って半泣きになりながら言って、マネージャーさん あの腕をもう噛みちぎりそうになりながらずっと「やだ!」ってやって。嫌だーってさえながらこっちの腕にめっちゃ点滴刺さる、痛い本当さ最悪だよね、いい大人が。でも本当に嫌いなの、私病院嫌いなの、病院ってさ怖いじゃん分かんないけど、なんか白いし眩しい
眩しいし、なんか薬の匂いがすごくするし、なんか人の生命がここで始まったり終わったりするって思ったらちょっと怖いんだよね。ちょっと眩しいし、あとやっぱりね、人の気持ちがやっぱり沈むじゃん、病院行くと。やっぱりちょっとなんか鬱屈としてるその人の気持ちのオーラとかがすごい、なんか疲れちゃって、わかる？言いたいこと。みんなうつむいてさ、どこ見てんのみたいな感じでさ、人が往来していくじゃん。で、まあ人それぞれそう、重い病気だったり軽い怪我だったりわかんないけど、何らかの理由で病院に来ていて、やっぱり大きい病院ほどさ、なんかそのなんていう、その人それぞれにいろんなこうエピソードだったり抱えているものがあるって分かった上で、その行き交う人たちの顔がもうずっとこう暗いと、もう本当になんか気づかれしちゃって、私も人のことすごく見るのね、見なきゃいいのに私なんていうのはこう、もう本当人を見ちゃう癖があって、そうするとね、やっぱ病院に行くとね、気づかれがすごいしますね。疲れちゃう。あとね、眩しい。あれどうにかならない？なんかもっとなんか壁とか黒で作ったらいいの。こんななんか間接照明とかおしゃれな回答。眩しいね。眩しくない？反射して白くて、もうなんかみんな白い服着てたりするし、でかと思えばなんかすごいビビッドな、なんか紺みたいな、蜜色みたいな、そのなんか嫌な、おしゃれな間接照明とか置いてほしい、うん、おしゃれな間接照明というか、なんか普通にあのあれしてほしい、あのうん、まあなんでもない。でもなんかバーみたいになったらいいよね。バーとかさ、暗いじゃん。なんか全部、あ、そうだ、マーメイドラグーンみたいになったら楽しいかもアンダーザシー、アンダーザシーっつって、そしたら楽しい。マーメイドラグーンみたいになったらさ、なんかね、いいよね。マーメイドラグーンみたいにしてくださいって言っとくねそうだった、病院で働いてる人もいます。確かにマメラグーンになったら行くよ、リカは全然。定期発動、2割のターン定期発動。よくそれだけでさ、どの定期か分かるよね何かいいんだよ、よく言われるか。だけどなんか私はいいよ言われた側が嫌かもしれないじゃん。だからあんまりこう似てるとか言わないであげてほしい。その子はその子の良さがあるし、
私はいいよ。でもなんかその言われた方がもしかしたら私のことめちゃくちゃ嫌いかもしれないしそのなんかすごい嫌だって思ってるかもしれないから言わないでほしい。そういうのでなんかトラブりたくないから。なんか今日はすごいすごいキラキラ投げてくれるやん。ありがとうございます。なんかいつもより固まってたのか。今急に動き出しただけ。なんかめっちゃキラキラ投げてくれる気がした。眠い眠いね。さてはちょっと眠いかも。ちょい眠。お、また揺れてる？また揺れてる？ねえ、怖いからさ、こういうの地震って書かないでほしい。地震って書いてもいいんだけど嘘はやめて嘘はやめてください。あ、なんか全然違うのいいねしちゃった。嘘です、嘘です。そういう時あるよね。怖い怖い、何これ。まれによく、まれによくとかさ、たまにたくさんとかさ、多分絶対とかさ、私そういうのすごい気になっちゃう。どっちだよって思うね。多分絶対とか、まれによくとか、すごい気になって引っかかっちゃうんだよね。どっちって。あ、別になんかすみませんとかじゃないんだけど、なんか引っか、私はね、すごいなんか、私もたまに言っちゃう時があるんだけど、なんか。すごい引っかかっちゃう。わかんないけど、別に嫌だとかじゃないけど、え、どっちってなる。
文法的に。ごきげんよう。これはこうやってやると、こうやってねじっていくと勝手にこうやってお団子になってくれるんです。実はいいわけ、メイビー。あ、やばい、待って、恐ろしいことに気づいた。私プリプリを5回連続ぐらいやってない気がする。そういうこと？みんなだから最近さ私に返信くれないわけ？プリプリが原因だったってこと？リカちゃん最近プリプリやってくれないから嫌いみたいなこと？ひどいよ。いや、私言ったよね、別に擦れてるわけじゃないって。プリプリをことを大切に思ってるからこそ軽率にやりたくないっていう気持ちがあるんですよ。え、でも最近すごい返信す、なんで？なんでなの？もう飽きた？もうリゲンメなことなんて飽きたの？もう離れていく準備をしてるってこと？もうリカがいらなくてもいいってこと？ねえ、ひどいよ。なんかいいよ、じゃあ別に。私だってそんな、なんかみんなに対してなんか絶対ファンでいてねとか言ってるわけじゃないから、別にいなくなりたい人はなってもいいし、好きでいてくれてる人は好きでいてねって言ってるだけで、別に強要はしてないじゃないですか。だけどなんか最近ひどい、ひどいひどいでっち、ひどいでっち。そんなことない、そうやってどうせさ流れていくんでしょみんな、新しい子に。知ってるんだから。リカはどんだけ頑張っても、え、じゃあなんで返信くれないの？なんで返信くれないの？メイラカドリョみたいなこと、なんで返信くれないの？ひどいよ。こういう歌あったよね、 NG。 ドローンジェラシー。恋を感中見張ってるのよ、女の子と遊んでないかって油断せず注意しなさい。私人深いのよ、もし遠く離れてもいつだって飛んでゆくわよ、ドロンジェラシー。カメラコントロール、気づいていたのね、
カメラ目線でキスされた。キスはされてないわ、ピースされた。どうやってカメラ目線でキスすんの、キモ。勝手に替え歌作っちゃうんだけど、私ちゃんとよだれ出た、おもろくてよだれ出ちゃった口元ゆるゆる。そうピースさん、どういうこと、ドローンを飛ばして、どういうことだ、どういうこと、ドローンを飛ばして、飛ばしてるのは女の子の方なんだよね。でカメラコントロールあなたにフォーカスした、やっぱそうだ、女の子が飛ばして、その見てるわけだ、その男の人をね。気づいていたのね、カメラ目線でピースさ。怖っ、怖くない？ドローン飛ばしてる女も女だけど、気づいててピースする男も男じゃない？やばくない？やばカップルじゃない？これ。こう、イオカーシチュー見張ってるの、この時点で女もやばいし。ドローン上空をなんとかして、あ、旋回してか、目指せ青い屋でドローン、なんとかがかんとかで監視されたいメンズ説。え、監視でもみんなはいいよね、私に監視されてるから。みんなは今私に監視されてるからいいよね、全部見えてるよ。今お風呂入ろうとしてるあなたも、今寝転んで携帯を見ながらあのお菓子食べつつ見てるあなたも、今寝転んで携帯を見ながら寝落ちしそうになっているあなたも、今家に帰りながら携帯を見ているあなたも、今保管メンバーと二窓しているあなたも、今お風呂に入ろうとしているあなたも見ています。見ています、全部見えてる。今からお風呂入るの？今日のパンツは何色だったの？公然わいせつやめてくれ、ピースしといたピースされた、ピースされた恋よ、でででで、え、なんかさ逆に聞くっていうのはありだよね。だってアイドル側もいつも聞かれてるし、今日パンツ何色って。だから私は今日は聞く、待って、言わないで当てるから分かった、当てます、今日のみんなのパンツは、待ってね、当てるから、ちょっと待って、私ねテレパシー使えるの、待って待って、あ、来た、紺色だ紺色の、ちょっと待ってね、紺色のボクサーパンツだ。当たってた？
椅子見た待って、でも今テレパシーできた、今それがね 72% 紺色の僕のもうあともう少しやってるね。じゃあ紺色のボクサーパンツじゃない人はちょっと待って当てる。うん、え待って分かんない、あのえ男の人ってさ、男の人ってさどういうの履くの？なんかさあるよね、種類が3個ぐらいあるよね、わかんない。だってさ、売ってるもんディズニーにパンツのコーナーだからいいなっていつも。だって男の人はマイクのパンツ履けるレギュラー配信の中で割と上位そういいなと思って見て、マイクリコモンスターズインク好きだからモンスターズインクのパンツ履けていいなって思って。あるよね、なんだっけ、なんか良くないやつ、なんか良くない、よくいつもなんか良くないやつ、なんかなんだっけ、よくないやつなんか履いてたらいじられるみたいなやつさ、あなんだっけ、なんて言うんだっけ、あれお前なんとかなの、なんだっけ忘れちゃった、あブリーフ履いてる履いてるとか言ってね、履いてる人いる？なんかよくさ、なんか YouTuber の人とかが縛り、なんか1週間ブリーフ生活みたいやってない？あと何？あと何があるの？何タイプ？あ、トランクス？トランクスって何？ドラゴンボールでしか知らないトランクス。海パンみたいな。え？海パン？へえ。スースーする？え、それ短パンじゃん、もう。え、スースーする？何を教えられてんの、私は何をさ、教えられてるのへえとか言って勉強になるじゃないんだよだってなんかの表紙にほらさ、どこがのイケメンと入れ替わってる、世界が君のうち、これ違う、天気の子なんか入れ替わってるなるかもしんないじゃん、君の全然全世界もうか、だから勉強しとこうと思って。へえ、それらはすべてさ、あのあれがあるんですか、なんかさ、わかんないけど、なんかわかんないけど、小窓
あるんですか？全部の種類ある？教えて。だってみんなだって聞くじゃん、リクに。いつもそれと一緒じゃない？ないタイプもある。そういう時はさ、どうするの？なんかそのどこに置いとくの？ポジショニングとしては。だってほら、なんかさ、あるんじゃないの、そういうの。な、俺は右がいいとか居心地がいいとかあるんじゃないの？ないの？トロトロ。ブレーキ捨てた。え？あるんじゃないの？ないの？え、違う。だってみんなも聞くよ。なんか今日何色みたいな。だからそれって普通に、あの、何、マジで最悪だからね。最悪なこと聞いてるんだよってことを今みんなに知らしめてるの。本当に逆だったらちょっと嫌でしょね。だってどのタイプの何入ってんのって言われてるのに一緒だよ。これ何がやばいって、リカちゃんに。いや、あるよ、メリットとしては。入れ替わってるってなって、君の全然前世が僕かってなった時に知識が役立つ。そう、知識が役立つでしょ。いや、女の子はきっとね、今あの聞いてて、あのちょっと恥ずかしいから口を挟んでこないだけで、多分勉強になるって思ってる人もいるよ、きっとね。それこそ一回あるかないか。ねえだろ、どう考えてもよ。なんで入れ替わってるって。脳みそファンタジーか。ないんだよ、そんなことは。女性視聴者への熱い風評。まあでもなんか、いやでも人生何が起こるかわからないですから。うん、全然ない。入れ替わることはね、多分全然ないだと思いますけど、全然全ないってあれ思い出す。全然全まい残ないのお団子ダンダンダンダダン、知ってる？知らないか。ジェネギャだこれが。これがジェネレーションギャップというやつか。ふふ。懐かしい。
懐かしいよね。僕女の子にねえ女の子になりたいよお願いいいですか。え、みんなさ、わかんない、一番低い声と一番高い声どこまで出せる？リカはね、はガスガス。ここかな限界は。すごいよね、あのさ、ホイッスルボイスみたいな、うわーみたいなやつ。低い声はね、うえー、吐く、うううう、でもさ、たまにさ、女の子でさ、めちゃくちゃ低い声出せる人いない？あれめっちゃ羨ましいと思うんだよね。でもリカ、春どここれぐらいで風が止んでしまった日僕がどこかへ走らなきゃ地球が回らなくなるよ。高い声の方が通るんだっけ？なんかでもリカ声よく通るって言われるよ。あそこ劇低い、うん、そう、あそこ歌いやすくない？この人たちね。なーにーか聞こえないか恋の足音が。オーイエーイ、オーイエーイ。でも私ですね、たまに、これは中二病とかそういうのじゃなくて多分普通に病気なんだけど、記憶がすっぽりそこだけないみたいな。だから確実に私が部屋をこうぐちゃぐちゃにしてるんだけど、なんか感情が高ぶりすぎてはって気づいたらもう部屋がぐちゃぐちゃみたいなが結構あるんですよ。でなんかそれがひどかった時がめちゃくちゃ忙しかった時期であったんですけど、なんかなんかね、最近久しぶりにそれが1回だけあったの。その時はなんかお皿が割れてて、しかもリカの大好きなよく使ってるお皿が割れてて、そうはって気づいたらね、でなんか観葉植物の土がもうわーって床になってて、で何で起こったか覚えてんの。それまあちょっとね
いろいろあったんですけど、まあイベント関連のこととか、そのなんかまあいろいろこう決めなきゃいけないことを、まあそのわかるよ、その向こうも多分一生懸命やってくれてて、でも私も一生懸命やってたので、その多分この連携がうまくいかなくて、それでなんかこれをこうしてくださいって頼んでたことをできてなかったんですよね。でまあそれのせいでなんかまあできないことが増えたりとかってなるのがすごく私の中でなんか一番嫌なことだったので、なんかファンの人たちがさ、やっぱり楽しみにしてくれてるイベントだし、なんかまあ私としてはもちろん最善を尽くしたいわけじゃないですかね。なのになんかまあそこで私はもう表に出せなかった、その、まあ、だって頑張ってやってくれてるから。でももうどうにもならない怒り、このなんかどこにもぶつけようがない怒りをこうなんか発散できなかったんだろうね、多分。そのエネルギーが全部もうパーンってパーンって爆発しちゃって、で多分もうそこからもう覚えてないんですけど、でもう気づいたらそんなことになってて、で片付けが大変だったよっていう話なんですけど、でももう本当になんか一回になんか思う、そう、嫌だとか完璧、変なところが完璧主義なんです。なんかちゃんとやらなきゃいけないところ別にちゃんとやってないのに、なんか自分の中でこうしなきゃいけないって思ったものをそのできなかった時に、その私じゃない要因が存在したら、でもなんかその人たちも悪くないみたいな、誰にも責任をどうしようもないみたいな、もっとどうしようもないことになると、もうバーンって自分の中でなんか癇癪を起こしちゃうって、こういうことなんだろうなって思うんだけど、でなんか久しぶりにそれがあったので、でそっからずっと体調が悪かったんですよ。もうしばらくね配信ちょっとだけしなかったんでしょ。そうで、なんか久しぶりだったし、なんかあのマジでシャレにならないぐらい大変だったの。だからなんかそうで、あのチャットでね、オフィメチャットでもうみんなみたいな、助けてみたいな感じでこう送ったので、そしたらみんな優しいからね、どうしたのとか、なんかあったとか、大丈夫みたいな書いてくれたの。でもなんかそこに書くのもなんか違う気がしたし、ただもう26だからそろそろコントロールできるようにならないとダメだよって自分の中では思ってるけど、でもやっぱりなんかさ、一個こう歯車が、私が考えてたこと、まあ自分の中で完璧なプランが出来上がってる時はそれこそなんか一個何かが欠けるともうなんかやる気なくなっちゃうっていうか、でやる気なくなってる自分にも腹が立つし、なんかちゃんとやりたい自分とそのやる気なくなってる自分がこう戦ってなんか相殺するっていうでお互いにこう打ち消し合った挙句、何かの感情が爆発してそんなことになるんですけど、誰か直し方を知りませんかでもやっぱすごい極度なメンヘラなんだろうなって自分では思うんですけど、
そういった時に脳が痛くなるか、脳というかなんかそれがあったあとは頭痛くなったりする、頭痛がなんかひどくなったりとか。だからずっと体調悪くて、まあ花粉もありますもちろん、よくも悪くも適度、そう適度にその力を抜くということが多分できなくて、なんか一個崩れるともういいやってなっちゃうタイプなんですよ。だからもう本当に INTP のゴンゲだと思ってる私INTP のゴンゲ、マジで INTP の説明欄見たことある？あれ私のことなの一語一句私に全部当てはまるからびっくりするぐらい私の説明書って感じもうザ INTP って感じが私なんです。で結構どの数値も振り切ってるINTP にだからやっぱあのなんか五分五分でとかない、なんか日によって五分五分でどっちかが変わるみたいな人いるじゃん、あんなことがまずないですね。もう絶対 INTP になる。だからなんか理科のことが分からなくなったら INTP の説明を見てください。あ、リカちゃん今なんか誰かになんかやられなんかこうそうなんか感情でこうなんか戦ったんだろうなみたいな、お見合いでしょここまで見に来てないが INTP って言ってて調べたらあーってなった記憶。え、でもねマジで合ってる。そう、なんか私よって思うぐらい私にぴったり、自己紹介かなって思うもんINTP なんかね自分の中で構築したものを人がさなんかこうバーンガラガラガラって崩されると思う、大丈夫ですみたいなぶち切れる感覚が優れすぎてて逆に辛いよ。そう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 、なんか全然そんなことないよ、全然そんなことないね。例えばコメントとかでみんながなんか理科に対して全く悪気なくこう何か全然違う内容のことを書いたとするじゃん、全く悪気なくね、そんなこと1ミリも思ってないよ理科ちゃんって思うんですよ。もう私はそれを悪く捉えちゃったらもうそれにしか思えなくて、まあこの人アンチだってなっちゃう。だからなんか思考が自分の中で固まるともう動けない身動きが取れなくなっちゃって、そうなんかその人の悪意とかもすごく感じ取るタイプだから、なんかだから人一倍コメントに気を使うと思います皆さんが知らんけどえ、なんかね、なんで怒ってんのみたいな時ないえ、このコメントになんでそんな怒んのみたいな時たまにあるんでしょ、分かってんだよ自分でも自分でもまあ分かってはいるんだよね、え、そんなにこれに怒るみたいなでもみんな2割は優しいから、そうだよねこれはちょっとないわって一緒に言ってくれんの、もうなんか優しいなと思ってるけどたまにあるでしょ、え、これそんな意味じゃないと思うんだけどみたいなそれでも怒っちゃったらしか、そうなんかまあそう人間というのは捉え方次第ですから、うん、生きづらい
さ、生きづらい、めちゃくちゃ生きづらいです。だからあの羨ましい、そう、何にも考えてない人たち何にも考えてない人たちっているじゃん、やっぱり。うん、なんか一個のことに対してものすごい枝分かれをして、思考がこうブワーって動いてる、常に。だから辛いんですよ、助けてください。コメントニュアンスの気がないので注意はしないとですね。あーでもね、でもなんかよくなんかサバサバしてるとかさ、なんかこうチャキチャキしてるとかさ、なんかわかる？私に対してそういうイメージがある人は全く別で、本当になんか女を凝縮させたら私になると思う。めんどくさ、めちゃくちゃ女だもん、思考が。うん、なんか、え、言いたいことわかる？そう、なんか、うん、めちゃくちゃ女のくせになんか考え方は無駄に男っぽかったりするから、なんかよくわかんないね、難しい。でもね、その周りの人からはなんか意外としっかりしてるねとか言われるんだけど、なんか周りがチャランポラなだけだよって思っちゃう。まあでもしっかりしてる方でもあるよ。しっかりしてる方じゃない割と。でもあの2割も結構すごいしっかりしてる人が多いと思う。なんか例えば時間は守るとか、というよりなんかいい意味でも悪い意味でもしたたか。これってお尻に入れるんですかね。リカさんはバッとしっかり出せてて、本当？うん、なんか2割ってほんとなんかずる賢いよね。なんかえ、わかる？言いたいこと。そしてとても真面目な、え、でもこれはあの半分褒めてる。なんでかっていうと、そうじゃないとやっぱり損するから。人生というのはある程度強くこう生きていかないと、なんか流されちゃったりとかするから、うん、それはすごくいいことなんだと思うけど、ただこういう勘のいいガキは気づくんで、あ、この人したたかだなって分かっちゃうから、それを悟られないようにしたら結構二重丸かもしれない。私みたいなタイプは、あ、この人ちょっとずる賢いかもって分かっちゃうタイプだから、そうすると結構なんか友達とかいなくなるかもみたいな。リカちゃんに悟られないって難易度高そう。まあ卑屈ですからね私。卑屈、うん、卑屈です。こ
言葉を選ばず言うと卑屈なので、こう なんだろう、物事をねじくる曲がった考え方しか捉えられないから、まあそうだね、なんかコメントに無駄に突っかかったりしちゃうのも結構そういうのがあると思うよ。分かんないけど、でも後輩の面倒全く、でも本当に申し訳ないなと思ってるのは、後輩の面倒をなんか謎に見なきゃっていう、やっぱそれも一種のなんかこう義務感って言ったらいいのかな、やっぱり一期生だしそれなりに経験をねこう積ませていただいていて、でなんかもう私ほどこう意見がさ縦にも横にも通る人っていないじゃないですかまあなんかちょっとわがまま言ってもまあリカちゃんだしみたいな感じで、まあ、甘やかされてたんで、そうまあ仲居だからなってこう思われるじゃん。だからなんか私が動けるところで動かないと、じゃあその後輩たちもメンバーも同期もね、もちろん損しちゃうって思ってた、それこそね。だからなんか私が動かなきゃっていう義務感で後輩とかのことを別に何しろこうしろって言ってたわけではなく、何か自分にできることはないかなと思ってクラクラ作ったりとかなんかしてたわけよ。でも結局さ、蓋開けてみたら私が振り教えられてるし、あの私があのサポートされてたし、なんかまあ持ちつ持たれつみたいな関係だったけれど、でもそれが結構性に合ってはいたから、なんか面倒見がいいというよりかはなんかそうせざるを得ない立場にいたからしたっていう、ただそれだけなんですよね。結局じゃあ私がそれをすることによってなんか他の同期たちも私はじゃあ私にできることをしようみたいな感じになれるじゃん。だからなんか謎になんか課されてる気がした気がしてただけかもしれないけど、自意識過剰かもしれないけど、なんかお前が面倒見ろよってこうなんか周りからこう言われてる気がしてやってただけで、別に自発的にというか、なんか私はもともとコミュ障だし、人とそのなんかなんていうのあんまり関わりを持つのがめんどくさいタイプなので友達もめんどくさいから作りたくないんですよ。連絡もそんな返さないし私。だからね、そうめんどくさいがでかいかな一番やっぱり。そう何かしらこうっていうか、なんかそれだけ私の職業とか特にリスクにつながるから何にでも。だからなんか友達は別に増やそうとはしないかな自分からは。人間関係が増えるトラブルとも起きやすくなる。
っていうかなんか疲れちゃう。その分自分の気を配らなきゃいけない、人数が増えるわけで、なんか自分にさ使ってあげたいの気をだって自分の機嫌も自分で取れないような人なのにさ、自分に使えなかったらちょっとまたなんか違うとこから持ってきてすり減らさなきゃいけないことになっちゃう。だからなんか自分に使ってあげたくて、なんか人のことまで面倒を見れないよっていう気持ちなんだよね。だからなんか友達いないっていうよりは多分視野を広げたら友達なんだと思う。だけどなんかどっかで友達って思っちゃったらなんか友達になっちゃうからめんどくさいなっていうのがあって知り合いみたいな。でも周りにも、もちろんもちろんそんななんかそんな、なんだろう、気を使うばかりじゃなくて周りからもすごく助けられてるのもありますけど、でもなんかじゃあ助けられるのが得意かって言ったらそんなこともないわけ。自分のことは自分でなんとかしたいタイプの人で誰かに何かを相談したり、これどうしたらいいかなとか言って意見は多いだとしても最終決定権は自分にあると思っちゃうタイプだから、なんか人に聞いてそれを違う答えになった時、せっかく答えてくれたので申し訳ないなって気になるから、もう人には聞けないの。なんかじゃあこうした方がいいと思うよってアドバイスをもらったとして、じゃ自分の中で出した答えがそれとは全く違っていたら、その人はせっかく相談に乗ってくれたのにって思っちゃうじゃん。だからなんかあんまりこう人にも相談しないみたいな、よくありますねそういうのは。だからね、相談できる人すごいなと思うよ。なんか別にさ、私みたいなこうなんかこうなんだ、なんだろう、表に見えてる人に軽く相談するとかだったらなんかまあ答えてくれるかわかんないし、なんか吐き出すぐらいでみたいな感じで言えるじゃん。別にそういう場所にしてもらって全然構わないんだけど、なんかさ、そういうのも別にないしさ、悩み相談って聞いてほしくても答えないでほしい。めっちゃそれなんだけど、聞いてほしいは聞いてほしいかも。でも私も聞いてほしいは聞いてほしいよね。なんか自分だけで抱えてるにはちょっと辛いかもみたいな悩みは聞いてほしいけど、だからって別に解決してほしいわけじゃなくて、今私はこんなに辛いんですっていうのを、そうだねって聞いてくれだけでいいというか、それだけで結構気持ち変わるよね。そう、だからなんかみんなにさ、まあ、私もファンの人たちにみんな助けてみたいな書くじゃん。だけどもそれを書くだけでなんかこの人たちは、私がなんかみんなって書くだけでこんなになんか心配してくれるんだってもうそれでなんか満足しちゃって、そう、ある意味なんかひねくれねじ曲がった承認欲求みたいになってるんだけど、だからなんか難しいよね人というのは。ただなんかその私も久々になんか暴れたんだなってなんかこの感覚ね、マジキモいよ。なんかキモいって言うのが合ってるのか分かんないけど、自分じゃない自分が勝手にこう暴れてるみたいな。気持ち悪い感覚。
ファンの人たちはだから気になるんです、どこがいいんですかこれのこれのどこがいいんだろうって思っちゃう、何がよくわからない、すべてそんな、なんかなんて言うんだっけ、そういうのセールスポイントないけどそれ言い出すと時間足りないけど沼る要素しかない、すべてで。え、でもなんか人として沼られることには自覚あるよくなんか沼られる、勝手になんでなの？何が原因でそんなことになるわけ？可愛い、裏表がない、美しい、正直である、話がうまい、かわいい、もう後半かわいいかわいい、謎の感じ悪いじゃんいやでも、なんかわかんないけど、なんか勝手に急になんか沼トラップに引っかかってんの気づいたらね、私は別に引っかけてつもりない、なんか自分の周りにできてる沼に人がこうズブズブ沈んでいくのを見て、おー、またかかったかってあれなんなの？おもろいけど、別にその沼沈んだ先に何もないよ、暗い静寂が待ち受けてるだけ意外と居心地いいかもしれない、沼というよりここに気持ちよさそうな温泉がありますねあ、みんなには温泉に見えてるのか、そうか、しかも竹は癒し効果もリカは結婚できるか心配ね、え、うるさいわ、余計なお世話ねえとか言っちゃったわ、やめろおい、てめえふざけんなよねえとか言っちゃったわ今危ない危ないおい、てめえふざけんなよはマジ失礼な人いたんだけど今、失礼だったよね今ね、完全に。みんな毛ほどいてみよう、あ、なんかいい感じになんかゆる巻きみたいになってはないか、オンフからのオンあんまさ、それの境目って人に見せないよね、人っていうのは。なのに見せちゃった、その気になればいつでもね、あえてだもん、そうだよ、あえてだよ、はあえてだし、はねえの時の人間顔終わってたよね、もうちょっと意識しよう、表情管理しっかりしよう しないだけだもんね、できない人と、おい、お前ら煽ってないか、さっきからちょっと、おいでもこれはちょっと
まあみんなには言うか迷ってたけど言うね。なんか幼稚園の時に書いたのが、なんでそうついてる？あ、全然そんなんじゃないよ。幼稚園の時になりたいものみたいなあるじゃん。それになんかアイドルって書いてたの、一番目に。なんか一番なりたいもの、二番目になりたいもの、三番目になりたいものみたいな書くところがあったんだけど、なんか幼稚園って卒業アルバムない、今あるのかわかんないけどないんだよね、その時代は。でなんか似顔絵みたいなのを描いて、自分で自画像みたいな描いて、でなんかこうそこに、まあ、プロフィールみたいなものを描いて、みんなでこう一つづりにされて、こういう人がいましたよみたいな感じで、写真とかは一切ないんだけど、なんか自分で作り上げたものをこう、そのなんか人閉じにされて渡されるみたいなのがあったの、私の行ってたところでは。でなんかそこに夢、叶えたい夢みたいなのがあって、一番に私はアイドルを描いてたの。すごくない？でその時はなんか友達、その時の一番仲良かっためちゃくちゃ可愛い友達と、なんか絶対アイドルになろうねみたいな話をしてたので、まあ、その子もね夢が叶ってモデルさんになってるんだけど、私はなんかもうアイドルになりたいと思って、アイドルずっと夢見てたけど、中学校ぐらいでこう、うん、みたいななって、そうやつ、そのまあなれたわけじゃないですか。まあその中学校ぐらいから自分の夢を言うのってちょっと恥ずかしくない、思春期だから。でアイドルなんて余計になんかちょっと言いにくいじゃん、周りが頑張って進路とかさ考えてさこう書いてるのに。だアイドルとは書けなくなってどんどん、でもなんかどっかにあったんだよね、それで、まあ、アイドルになれたと。なんだけど私めちゃくちゃ幼稚園の時の記憶があるタイプなんですよ。でなんかそのなんか2番目に書いてたのが、お嫁さんとお花屋さん。並べんなそれをって思った。同等なものにするなって思うけど、でもなんかそれをでも堂々に行きたかったんだよね。なんかしかも 2位の欄にめっちゃ書いてんの、 お嫁さん、お花屋さん、ケーキ屋さんみたいな、なんかでそれぞれにこう理由を述べるところがあるんだけど、なんかアイドルのところにはミニモニが好きだからって書いてて、モーニング娘。好きだったから、ミニモニが好きだからって書いて、で 2位の欄に書きすぎて、2位の欄そうギッチギチに書いてるんだけど、はみ出して、でそのお嫁さんは結婚したいからみたいな、もうそりゃそうだよねみたいな、なんかケーキ屋さん、なんかケーキをたくさん食べたいからみたいな、お花屋さんはお花が好きだからみたいな書いてんの。おもろいよね、ギチギチに。
そう、食べたかったんだろうね。そう、思考回路は変わってないんだよね。茶道部にお菓子食べたいから入ってみたりとかしてたし。そうそう、なんかでもやっぱ思考回路はね、その時からねあんまり変わってないんだけれども、なんか今のねインスタとかも食べ物とか多いじゃん、割と。私ケーキ、かわいいケーキとか、あのなんか根本食いしん坊なんだろうね。なんか、まあ、書いてて、だからお嫁さんは常第二候補にあったんですよ。そう、なんかでもなんか第三はね戦う人みたいな、よくわかんないこと書いてた気がする。なんかわかんない、ガゴレンジャーみたいな書いてたんで、ちょっとそれはよくわかんないんだけど、でもなんか2位まではギチギチに書いてたの。3位から飽きたんだろうね、どうしてなんか答えるのにも飽きちゃってなんか戦うみたいな、戦うみたいなこと書いてたのね、よくわかんない、覚えてないけど、なんか それなんか2位がとにかくギチギチに書いてたのだけは覚えてて、2位に入るぐらいお嫁さんが夢だったで、なんかそのなんか発表会みたいなとかでも言ってて、そう、3位でボケるの幼稚園かよ違う、あの違うんだよ、あの本気だったんだよ、本気でなりたい、まあ戦っとくかみたいな、3位ぐらいからみたいな感じだったんだろうね。うん、そう、そう、発表会とかでも言ってんの、なんか2位はお嫁さんです、ドレスが着たいからですみたいな多分ね、結婚式やりたいだけなんだろうねその頃の私は、うん、いやもうだから、でもその時からやっぱあんま思考回路変わってないから、バイト先もあの結婚式場だったし、まあ憧れはね、そうあるんですよ、ずっと。だから別になんかできてないわけじゃなくて、私が何が言いたいかっていうと、本気出してないだけだから出そうと思えば出せるよ、別に心配されなくても出そうと思えば出せるよ。そうそう、やろうと思えばね。でもなんかそう、前置き長かったよね、すいません。いや確かにな、そうだよね、みんなからしたらそうか。でもさあ、NGT にいて、なんか一番思うのは、 NGT にいた時からずっと思ってるのは、やっぱね、周りはね早いんだよ。たとなんかまあ田舎が、田舎って結婚早いよね、私の周りというか、まあうちの弟もそうだけど、もうなんかすぐっていうか、なんかファンの人もなんか若くして結婚してる人多いよね。まあうちのファンには謎にバツイチが多いからあれなんだけど多分そのバツイチさんたちもめっちゃ早くにしてない？今の年齢考えたら、だってそんなに年取ってないでしょ。
ぬあ、バツイチ出てきた。ぬってぬってバツイチ出てきた。まあ遅くはありませんでしたね、遠い目結婚しかやることねえんだわなんでそんなちょっとさ、なんで、別にいいじゃん、幸せなことなんだから田舎あるあるだね。え、ひまちゃんしてないよね。ひまちゃんしてないよね私は30の時、若いじゃん。だってあれだよ、なんかやっぱ分かんないけど芸能人とかってもっと遅くない？30歳とか22、若っ。え、だって男の人で30でも若いんだよ。28、あらこの晩婚の時代に。まだ知ってないよ、田舎出身。あ、よかった、びっくりした。危な、え、びっくりしたえ、したよ、してるよって言われた。私どうしようかと思っちゃった。男性は30、まあそうね、まあでも早いくない？そろ、なんかまあ、そう、日本の平均で見たら30歳ぐらいなのかな。まあその田舎の方はやっぱみんな若くしてするイメージある。まあ帰ったのも早かったけどな。え、え、バツ2の人もいる。5年で若い。Every day I listen to my heart。 19で結婚して、すごーい19の時私何してた？青春時計だわまだピヨピヨちゃん。一応彼氏いるからそろそろ圧かけお前ら残念だったな。ひまちゃんは彼氏いますはいはいちょっとリカちゃんうるさいわうる、別にいいよ、別にいいよ、そんな、なんか何ザは、は、別に、は、大丈夫だし、はいや、すごいな、人それぞれですね。でも万能ワード、人それぞれですよね大好き私、人それぞれって言葉。うん、本当はリカちゃんと結婚したいけどね、来世にかけるようん、そうしてくださいえ、でもイケメンに生まれ変わりたいっていうちょっと願望もある。え、あの、もちろん来世も女の子がいいけど、なんか第二希望はイケメンの男の子。やっぱ生まれ変わってもうキャーキャー言われてみたい。何にその進路希望でもさ、 言っといたらもしかしたら叶うかもしれないから。第一希望は可愛い女の子、第二希望はイケメンの男の子かな。ね、でもなんか本当
第三希望は金持ちんちの猫え、そうになりたい。え、なんか思うんだけど、女の子ってすっごい楽しいのね。なんでかっていうと、やっぱり服選ぶのも楽しいし、なんかそういう節目節目でさ、なんか可愛いドレス着たり、なんかね、ちょっとおめかししたり、髪の毛可愛くしたりできるし、もうそれも楽しいの、まずね。で、あのそれがまず一番なんだけど、メイクして、まあ、ちょっといつもと違う自分になったりとかもできるし、もう何より一番あの私は女の子を楽しんでる自覚があるから言うけど、本当になんかなんだろう、女の子でよかったなって思う瞬間がめちゃくちゃあるから、なんか来世も女の子がいいなって思うんだけど、やっぱ可愛いものに囲まれていたいし、なんかときめく瞬間が多いんだよね。こなんか気持ちが高ぶる瞬間が、これ可愛いとかさ、なんかわかる？でも男の人ってさ、なんかときめく瞬間なんて街行く女の子のおっぱいがちょっと見えたとかぐらいでしょ。だからなんか、って感じだけど、でもなんか女の子の方がやっぱいろんなものにときめけるから、すごくあの楽しいなって思うし、うん、あとなんか優しくしてもらえる男の子ってさ、男の子なんだからって言われたりするじゃん。それが嫌、なんかやっぱ求められるものが高すぎて、デート代全部出せだのね、あのわかる、言われるやん。だからなんかすごいなんか男としての義務がありすぎてちょっとしんどいかも、私にはできないかもって思っちゃうことがあって、なんか自信がない、男の子になれる、なんかあれもこれもそれもどれも全部うまくやってしなきゃいけなくて、で挙句の果てにはもう学生時代からなんかこう落ちぶれてはいけない、なんかそう、なんていうの、陽キャを保ちつつ勉強をしていい大学に入ってみたいな、なんか難しいことをしなきゃいけないやん。女の子なんだからちゃんとしてる。いやでも女の子はなんかメイクめんどくさいとか服決めんのめんどくさいみたいな子は、それも人それぞれだけど辛いと思う、女の子でいるのは。だけど私はそれが楽しいから全然よかった。そう、でも男の人ってさ、だって勉強ばっかりしてさ、ガリ勉とかチーギューとか言われてさ、それなんか容疑をこうやって頑張ってやってたら勉強するの忘れてて、なんか気づいたら大人になって、でモテるのはなんか高収入高学歴みたいな人たちでみたいな、無理やん。でなんか化粧もさできない、まあ今の時代はねする人もいるだろうけど、なんかやっぱりねえ、なんかその女の子ほどこう変われたりするわけでもなく、だ結構なんか難しいことするなって私は女の子に向いてる性格なんだと思う。だからなんか入るべき魂、入れ物に入るべき魂が入ってよかったねっていうわかる、
中江里香っていう入れ物にちゃんとそれを楽しめる子が入ってよかったねっていう。だってこれでさ、メイクするのめんどくさい、服決めるのめんどくさい、なんかセンスとかないみたいな子だったらさ、存分に楽しめないわけやん、この中江里香を。だからなんかよ、それはほんとなんか幸い、人生ガチャラッキーって感じだけど、でもだから来世は、来世も可愛い女の子がいいか、もうほんとなんかもう生まれた時から勝ち組が決まってるイケメン、もうそこの子がいいなって思う。うん、が金持ちんちよ、猫なんかの、なんだっけ、え、なんだっけ、あのハイブランドあるじゃん、あーなんだっけ、ティファニー、ティファニーのヒカキンさんちの猫みたいなティファニーの器で餌食べたいね、めっちゃ羨ましいなと思うもん、ヒカキンさんちの猫。めちゃくちゃ高いソファーでさ、ゴロゴロして、でたとえ床でも大理石でみたいな、何それみたいな。しかも猫だからさ、お家はめちゃくちゃ大きいわけやん、人間と違って。俺よりいい生活、え、丸尾智彦って言うんだけど、ヒカキンさんちの猫めっちゃ見てるヒカキンさんちの猫出る回全部見てるんだけど、丸尾智彦の出てるコメント欄絶対そのコメントある、俺よりいい生活してるって絶対そのコメント見つける。あなた素直でとても可愛らしい方だと思う。あ、なんか急にどうもありがとうでもなんかほんといいなって思うよね。だってえ、何億円だっけ、めっちゃ高いさ、プール付きの家に、え、ヒカキンさんの動画見てる、まあ、みんな見てるよね、私は見てるんだけどすごいんだよ、プールついてて。だってヒカキンさんの動画見て私 iPhone 買えようって思ったもん。めっちゃ見てるヒカキンさんの結婚報告のやつもめっちゃすぐ見たし、うん、意外と見てます。ヒカキンさん、ヒカキンさんとセッキンさんはね、ノウェイマンの時に、あれどこだっけ、どっかで曲出したタイミングでかぶってた番組で、それでなんか写真撮ってくださいってゆかちゃんと一緒に言いに行ったら、いいですよって言って、めちゃくちゃ優しかったの。こんな雑魚面にだよ、全然いいですよって言って写真撮ってくれて超優しかった。いつも動画見てますって言って、あーありがとうございますって、超優しい。神だって話しか聞かない、え、神だったよ、五個を指してたファーンって本当に本当に、そうめっちゃもう、この人は何を言っているの、怖い。2H って2時間ってこと ?2 時間で7え、欲しいちょうだい
何したらもらえるの2時間7万円もらえるの。そんな仕事があるなら、え、だって時給換算したら真面目に考えるなえ、だって時給換算したらいくら ?7 万ってことは、え、3万5千円え、最高じゃん、ちょうだいそんなのあるの。その仕事やりたい私もやめてそんな仕事あったらやりたくない。時給3万5千円、え、もう夜のお仕事しか無理なんじゃないの。絶対危ない仕事だからやめとこう分かったやめる。え、あ、そういうこと、なんかそう、なんか夜のお仕事で働いてますよねみたいなアンチの仕方ってこと。高度すぎない？読み取るまでにだいぶ時間かかるけど、もっとなんかストレートなやつにして、ブースとかキモいとかそしたら反論できるから、うるせえお前のブースだろ、キメえから帰れってそれだったらそうやって言えるから、無邪気にちょうだいとか言うもうダメだこいつは本当にちょうだいとか言2時間で7万円もうここがエンドマークやちょうだいお金大好きうん、お金欲しいね、お金欲しいね、やばい黙るね、本当に。酔ってますか？酔わないよ、ルイボスティーで酔いはしない。あ、地震じゃないよ、私が今こう下の台をさ触ったからです。揺れてないです。酔っててくれ、頼むからよ、知ら、あ、酔ってるかもしれない既成事実うん、そうね。え、ねえねえ、怖い人いる、怖い人いる、ちょっとこれもちょっとブロックさせてください。あー、ダメだ、この人ダメだ、あの自撮りおじさん系だった、ちょっとダメだ、自撮りおじさんで、あのまともな人見たことない、あの生きてください、怖い怖い、え、なんで怖い、なんか顔出ししたらやっぱ変な人来る、やだー。うん、なんかいや、なんかさ、ストレートなやつは分かるけど、意味不明なこと書いてくる人マジで意味わかんない、話通じないやん普通にそれがうざいよねっていう今日なんか多い気がする。うん、私長年 SNS やってますけど、自撮りのちょっと画角もよく分かってない、焦点が合ってないおじさんの自撮りのアイコンの人と、あとよく分からんことを美容欄になんか何々派みたいな、ちょっとなんかちょっと過激な
あのなんて言うんですか、政治系のこと書いてる人と、あとあのそうそうそうと、あとあのまる打った後にびっくりマーク打つ人はやばいって決まってるので、それ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 やばいよねマジで。あのエクスクラメーションマークって言うんですけど、びっくりマークってエクスクラメーションマークってその文字その何て言うの、文の終わりにつけるのが普通で、それをつけたら丸の代わりになるからつけないんですよ普通は。まずもうっていうか、なんか文法が終わってる人が多いですよね、なんかそういう人って。あとね、何がやばいかな、それな、これ我慢、これ我慢言っていい、あもう我慢できないから言っていい、ごめん、お前もな。俺っちおめえもだよ。あーすっきりした。ごめん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 ね、びっくりしたよね。ごめんなちゃい。終わりだよもう、終わり。はあ、ごめんね、我慢できなかった。ふつふつと自分の中から湧き上がる言葉が気づいたら出てた。ここで沸騰してた。グークってなってた。もうさあ、ちょっと今日ね9時までやろうと思ってたんですけど、プリソン探す？探してもいいよ、あと15分だし。断食明けました、おめでとうございます。プリソン探す？退出します。配信お疲れ様。プリソン嫌い？一個質問なんだけど、プリソン嫌い？ねえねえ、電波悪い。テスト。機嫌も悪いじゃん。猫帰ってきた？ちょっと待ってね。ああ地震じゃないです、本当に不安定なんです。てかね、このあのリングライトの台がちょっとなんかぶっ壊れてて、私が蹴っ飛ばしたからなんだけど、多分もう覚えてないんだけどね。でずっと怖いこと言う。ちょっとイヤホンあらそうね。あーごめん、うるさい、うるさいかも。はい。蹴っちゃったのか、狙いすまして蹴り飛ばしたのかで話変わってくる。わかんない、それは私じゃない、私がやってることだから。
私じゃない私の人格が配信で出ることはないだろうから聞けないだろうけど、いつか出たら聞いてみて。あの時配信のリングライトを蹴っちゃったの、それとも蹴り飛ばしたのって、何にしようかな。プリソン、プリソン、なんかリクエストした今大丈夫？リクエストした人いる？いないよね。コメント遡っても、はい、何がいいですか？何かあるかな。何でもいいよ。すごい、これこのさ、カラコングラデなんだけど、めっちゃグラデってるね。こうやって見たら、リカの目見て、すごくない？めっちゃグラデじゃない？カラコンウィンクやん。プリカサビしか知らないから歌ってって言われても無理です。あとちょっと話題性ほやほやだから、ちょっと怒られそうでプリにはできない。ごめんね。何の歌でもいいよ。リソン、何が元気なのかな。こういう時はちゃんと、怒られたくないんだよね、普通に。これ言ってみようかな。これはいいかもしれない、もしかしたら。ああ、次はどんな未来もプリプリに変えてみます。祈りはどんな未来もプリプリに変える。途方に暮れた時にはそうつぶやくんだ。悲しいことはもうそれ以上プリプリならない。笑顔はプリプリ力だ。宗教家が
さすがに。え、これじゃない？正解。長らく探し求めていた正解が出ました。これです、代表曲。はい、これでした。これ以上が見つかる気がしないんだけど。
なくない？これは？これは？どうでしょうか？ですね。これで、これで。気もする。
た。見つけちゃった。勝ちじゃん、こんなの。旅の終わり？寂しい。泣いちゃう。プリプリの旅の終わり？泣いちゃうんだけど。プリプリをこれからも探し続けます。